はい、えー、ホワイトベースからお知らせがあります、えー。今ですね、ちょっと千葉から帰ってきたあれなんですけども、一杯飲んでいいですか。あいきます。おお、来ましたね。来ますね。はい、えー、とお知らせです。まずゴールデンウィークの、えー、営業についてなんですけども、通常通りです。 えとあの普通に火曜日、水曜日だけお店は休みで、えー、他は普通に営業しておりますので、います。で、あと、えー、3日、水曜日の3日ですね、えーは、私、外回り営業としましてですね、えー、京都の深山ふれあい広場の近くにある、隣ですね、にあるジョイズバーに行きます、遊びに行きますので、 えっとまあイベントっていうかあの、行くんで皆さんも来ませんかぐらいな感じなんですけども、もちろん参加費とかかかりません。でまあ来て、ジョイズバーでなんか頼んでの飲み食いしてくれてもいいですし、まあ、二宮ウェイって見て帰ってもいいですし、一応なんか持ってけるだけ物販も持ってけるんですけど、あの、行くの僕一人なんで、そんなになんかこう、 大掛かりなあれじゃないです。であの、ただ、スネークモータース福井さんがですね、まあ、福井さんって福井、スネークモータースさん、福井、なんていうのかな、継承どうやって作ればいいかわからないですけど、が向こうで市場イベントやってくれます。はい。っていう風にご協力いただいてますので、す、え、ね、ー、も興味ある方はですね、ぜひいらっしゃってください。えー、っと、そうですね、とりあえず、まあ、そんな感じかな。 あ,のあとはもう普通通り営業するんですけれどももしかするとですね、えー、様子見て、えー、少しお店早く閉めたりっていう日があるかもしれませんので、えー、そういう時はあのーまあ、もしいらっしゃりたいという場合で確実に来たいという時はですね、えー、事前に連絡をいただければなというふうに思いますあであとあれだあのー、重大発表があるんですよ 重大発表が、あのー、正式に言っていい許可を得たのですけども、ホワイトベースの本の、えー、第2巻というか、続巻というか、ま、ああの、1、2じゃないんですけども、また別の本が出ます。はい。イエーイ。はい。 であの前回のです、ね、初心者向けの、まあ、バイクに乗るまでのガイドブックとして出したものがの中にあのツーリングの記事というのがなかったんですよ。本当,当初は計画してたんですけども、まあ、そのボリュームの関係であの割愛せざるを得なかったんですね。で今回、企画している本というのはあのツーリングに焦点を当てているんですけども。あの まだ制作中です。だから発売日とかについてはちょっと言えないんですが、あのーまあ、ツーリングについてのツーリングのやり方とかあのマップの本というのはたくさん出てると思うんですけどあの、それはもう長年そういうところが作ってるんでそこに任せておいて、で僕はねあの、ケーススタディを中心にした本っていうのを作りたいんですよ。で、道具から入っていく。 ツーリングとかかあってもいいいじゃないですか、あのーね、全然バイク乗ってないけどあのー、なんかすごい犬の毛が顔面ついてるのは乗ってないけど、あのー、例えば「いいカッパ買ったよ」ここれかかっこいいからとか「いいライジャケかっこいいから買ったよ」このライジャケをフルにこう活用できるシーンが欲しいっていうので走りに行くっていうのがあってもいいと思うんですよね。 カッパを買ったから雨の日に外で乗りたくなるってこれでもいいと思うんですよ。でそういう,こうアイテムから入るこうアプローチだとかあとはこういう時こうするといいよっていうのを中心として盛り込んででサンプルのコースとしていくつかあげましたっていうようなあ記事をこうくっつけていくっていうようなですねそういう構成のものにしてい、えー、きたいんですね。はい、あの多分 そういうその視点から作っている本っていうのはあんまないんじゃないのかなと思います。で、僕も物欲なんでいろいろアイテム持ってるんで、えー、まあそれをこう自慢っていうかあのみ、みんなに見せたいなっていうのもありますし、動画でもあのレビューとかやってるぐらいなんで、えー、その辺非常に興味があったりとかあします。 まあ、そういうのも含めてですね、えーまあ、あの読んでるだけであの自分も行きたくなるなっていうふうな本にしていけたらなというふうに思ってますあの。コースを紹介するのもいいんですけど、コースはね、やっぱり世の中にツーリングのコースをいっぱい書いてある本っていうのは、全国、例えば北海道の首都圏とか、そういうふうにあのカテゴリー別にすでにあるし、素晴らしいものがあるんですよ。 でわざわざそこに対してこう喧嘩を振るというかですねあの対抗しなくても僕が思ってるコース僕が行けるコースなんでこの辺ぐらいなもんです、ね、それをこうサンプルとして、ね、で、えー、まあ、バイクって不便なもんですよあの雨が降れば濡れるしですね寒冬だったら寒いしとただそれをこう克服するためにアイテムを使うそれからいろいろ知識をこう蓄えるとかですねそういったことをやって で、えー、行ってくるっていうのがまあ楽しいでそこに成長があるでそうしたものをですね、えー、伝えられる本になればなというふうに思っておりますはいで今僕もちょっと原稿を書いてるんですけど手書きでわーってやってるんでちょっと整理する時間が欲しいななんて最近思っちゃってますねはいまあ、あの本格的に腰を据えて、えー、書けるっていうのはまあゴールデンウィーク うん、明けぐらいになっちゃうのかなという気がしますけど、まあそうやって何でもかんでもゴールデンウィーク明けかな、明けかなというのが多いんで、多分ゴールデンウィーク中も終わっても忙しいなっていう気がします。まあありがたいんですけどね。はい、まあ、そんなわけで、はいえー、と正式に言っていい許可が出ましたので、こちらでも告知をさせていただきました。またですね、えー、いろいろこうスケジュールが固まり次第、えー、注文ページが出てくると思うんですけども。 え前はですね、えー、まあ最初の本は非常にこう、あの不慣れな部分もあったので、発売日がのびのびになりましたけれども、今回はなるべくそういうことないように頑張っていきますので、応援いただければ幸いでございます。はい、ありがとうございます。えー、というわけで、えー、今日もですも、ね、手短ですけれども、館内放送させていただきました。はいえー、またですね、えー、皆さん、あの動画の方でも僕を応援していただけたら幸いです。はい、これからもよろしくお願いします。失礼します。